バックのセレクトショップ男女の獅子戸みどりです。よろしくお願いいたします。はい、今日は前回予告させていただきましたこちらのカワカワのねバッグをご紹介させていただきたいと思います。皆さん、あのお仕事通勤バッグ、どんなバッグをお持ちですか？私は最近にちょっとこういったリュックにハマっています。ですごくね、あのこのリュックを使い始めて良かったなって思うのが、まず荷物がねたくさん入ります。で最近本当に夏になってあの暑いじゃないですか。でペットボトル1本だとねちょっと1日持たないんですね。そういった時にタンブラーをね予備で持ってたりとか、あとは突然のね雨でも大丈夫なように折りたたみ傘が入ってたりとか、あとはまあ会社の資料がだいたい A4 サイズなのでその資料が入ってたりとかで、結構荷物ってかさばるんですよね。でもこのねリュックに変えてからはもう本当に何でも入るし、あとは後ろにこう背負うので本当にね、あの重たくて手が痛いっていうこともないし、両手がねフリーになるっていうのがもうすごくいい、なんかこう開放感ですかね、もうすごいおすすめです。そこで今日はこちらの当店で取り扱いをさせていただいてますカワカワのリュックをご紹介させていただきます。本日の動画はこちらのリュックの持ったイメージとデザイン、使用、収納力、こちらの4点をご紹介させていただきます。ぜひ最後までご視聴ください。じゃあ早速ですが、今日は通勤スタイルに合わせてみました。黒のパンツに上はブルーのシャツです。こんな感じで、あのリュック自体がすごくシンプルなのでお仕事コーデにも合わせやすいですし、もちろんね、あのカジュアルなスタイルにも合わせやすいです。シンプルなデザインで、特にあのこういった黒のリュックって本当にあのコーデを選ばないので、とてもね幅広いシーンでお使いいただけます。こんな感じでね、あの手で持ってもね本当に可愛いです。で大きすぎないのがまたいいですね。シンプルで飽きのこないデザインなので、もうデイリー使いはもちろんなんですが、今日のね私のようなこう通勤やあとは習い事など日々の生活にねすごく活躍してくれるリュックです。それではバッグのデザインをご紹介させていただきます。正面こんな感じで、もうとてもシンプルです。ここセンターにこう縦ラインが入っていますので、すごくねあのスタイリッシュに、シンプルかつスタイリッシュに見えるデザインになっています。はい、こんな感じで横から見るとこれぐらいの幅ですね。割とスリムです。はい、そして背面ですね、こちらが背面になります。この部分がレザーになっているので、すごくね高級感があります。でこの幅がまたいいんですね。これだけあの幅があることによって、本当にあの肩にかけた時、肩にねあの食い込まない重さでね、ここが細いと荷物がたくさん入った時重さで肩に食い込んで痛くなるんですね。だけどこれだけねしっかりと幅がありますので、これ食い込みもね少なくて、本当にあの長時間ね安心してお持ちいただけます。はい、そしてこちら、ここにバックルがついてるんですが、長さもね調整できます。3段階で調整できるので、身長に合わせてねお使いいただくことができます。はい、そしてこちら、ここにですね、ちょっと私これね嬉しいなと思ったんですけど、ここにねポケットがあるんです。これ背中側です。ここにポケットがあると、あの海外行った時とかね、よく貴重品をねあの吸われちゃったりとかっていう話聞くんですが、ここだとねちょっと安全だなって思います。うん、吸われないに越したことないんですが、貴重品便利じゃないです。
まあ、海外だけじゃなくて本当に日本でまあ、お買い物する時もわざわざここのファスナーをメインのファスナー開けなくてもリュックをさっとこう下ろしてここからスッとお財布が出せれるってねすごい便利だなと思いました。お財布だったりあとはパスケースそういったものすぐさっと取り出したいものをねここに入れられるのでこれは便利ですね。でねまたこの赤がすごく私の好きな色ですね。見えるかな、中がね黒だと細かい小物を入れた時にちょっと探しちゃうんですが赤がすごく鮮やかなので小物を入れた時もすごくね中が見えやすいので見つけやすい。これもねすごい嬉しいポイントです。はい、それでは仕様をご紹介させていただきます。こちらリュックの開閉はダブルファスナーになっています。はい、なのでこんな感じで大きくね口が開きますので荷物の出し入れもねすごく楽です。で先ほどと同じように中がこんな感じで鮮やかな赤になっているのでもちろんねこちらも中がねよく見えて荷物探しやすいですね。中には背面にこういった感じでファスナーポケットがついてます。そして正面にもこちら2つオープンポケットがついてますので本当にね細かい荷物を整理整頓してバッグの中ね綺麗に整えて使うことができますのでここもね嬉しいポイントですよね。はい、で今インサートでご紹介させていただいてますように A4 のファイルがしっかり入りますのでもうお仕事などねお仕事や習い事にもねバッチリ使えるバッグです。本当にね機能性も高くってかなりね使いやすいリュックになっています。でね気になるこちらのお素材がマリンスポーツ用の生地とウレタンを貼り合わせた素材となっています。なので防水性だったり強度もねとても強いリュックです。ですが、まあ、あんまりね水にこうジャバジャバ使わない方が長くご愛用いただけます。あとはこちらですねレザーのみでパイピングしてあるので劣化した時にねこう中から芯が飛び出るっていうこともないのでね安心してお使いいただけます。はい、いかがだったでしょうか。今日はこちらのカワカワのリュックをご紹介させていただきました。こちらのバッグの詳細は商品ページにてご確認いただきぜひご検討ください。そして今日の動画も参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆様からの高評価が大変励みになっております。また動画のご意見やご感想もお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、次回はこちらちょっとそこまでお出かけっていう時にとっても便利なこちらのヤーキのショルダーバッグをご紹介させていただきます。お楽しみに。